鈴木敦史君、鈴木君。国民民主党の鈴木敦史です。まあ、1週間前になりますか、大臣のドイツがいる、お疲れ様でございました。まずそのご報告をいただきたいのと、あと先日 の所信に対する質疑の中でも私申し上げましたが、台湾との通商関係、なんとかすべきではないかとお話をしましたが、アメリカはですね、21世紀の貿易に関する米台イニシアチブということで、アメリカと台湾の間では、まあ、生産的な通商協議ができたというようなことでございます。まあ、先にやられてしまいましたねということで、もしこれ、通告しておりませんが、何かお考えがあれば、合わせてお願いいたします。林外務大臣。この先週11月3日から4日にかけて、本年10回目となる G7 外相会合に出席をいたしました。ウクライナ情勢についてオンラインで参加したウクライナのクレーバ外相からですね、G7 の支援に対する謝意と高い期待が示されたところでございます。で、私からはロシアの侵略を改めて非難するとともに、ロシアによる核の脅し、これを深刻に懸念しておって、断じて受け入れることができないということ、ましてやその使用はあってはならないことなどを強調させていただきました。また汚い爆弾に関するロシアの虚偽の主張は認めることはできないという旨述べたところでございます。さらに日本としてこれまで行ってきた支援に加えて、これから厳しい冬を迎えるウクライナの越冬支援を含む支援、これを行っていくということを述べたところでございます。またインド太平洋地域に関する議論の中ではですね、私から中国には主張すべきことは主張し、大国としての責任を果たすよう求めていく必要があるというふうに述べたところでございます。また国際社会をめぐる状況が一層厳しさを増す中で、北朝鮮によるミサイル発射への対応などについても、G7 外相の間で率直な議論を行うことができたところでございます。来年我が国が G7 議長国を務めるわけでございますので、ドイツからバトンを引き継ぎ、国際社会の諸課題に G7 として結束して取り組むべく議論をリードしていきたいというふうに思っております。講談のお答えについてはちょっとお持ち合わせのものがございませんので、改めてにさせていただければと思います。鈴木君。はい、ありがとうございます。まあ、ドイツとはいろいろと関係も深いと思いますので、引き続きやっていただきたいということと、特にドイツに関して申し上げれば、ドイツ の人権人道支援委員会の面々が我が国にも訪日をされまして、議会としても意見交換をさせていただきましたし、先週になりますか、先々週ですね、日本 EU 会議員会議の中でもドイツの議員とは意見交換をしたところなんですが、その中でドイツはですね、結構我が国にも理解の深い方が多くいらっしゃいまして、拉致問題に関するお話になったときに、ロシアがウクライナで拉致を行っているという由々しき報告を受けました。でもそれ、私も大変気になりまして、ウクライナ大使館行きましてですね、コルコンスキー大使とお話をして、どういう状況かご報告をいただいたところでありますが、まず我が国の外務省としては、このロシアがウクライナで行っているとされる拉致についてどの程度把握をされておられますでしょうか。林外務大臣。政府といたしましては、このロシアによるウクライナ侵略によってウクライナにおいて子どもを含む多数の市民が犠牲になっているということを極めて深刻に受け止めております。今委員からご指摘がありましたようにですね、ウクライナ側はロシアによるウクライナ国民の強制的な移送についてさまざまな発信を行っておられます。例えば10月6日にですね、ゼレンスキー大統領はすでに160万人以上のウクライナ人が強制的にロシアに移送されているというふうに発言をされておると承知をしております。こうした行為のですね、真相は国連を含む関連機関等により徹底的に明らかにされなければならず、引き続き G7 をはじめとする国際社会とですね、緊密に連携してまいりたいと思っております。鈴木君。10月6日の時点で160万人ということでしたが、先週末、コロコンスキー大使からお話を伺ったら、250万人とおっしゃってましたよ。100万人も増えております。かつ、数千人は子どもであると。で、子どもは拉致をされた後で、ロシア人の家庭に引き取られて、ロシア人として生活をしていくんだと。もう完全な人権侵害でありまして、我が国も拉致の被害者が多数いる中で、これ、決して座視するわけにはいかない課題であります。まあ、ここは
今国会まだ拉致特開いてませんから、これは拉致特でもしっかり議論させていただきたいと思いますし、もはや我が国だけの問題ではなくて人類共通の課題といっても過言ではないと思います。これは政権の最重要課題どころか国際社会の最重要課題であるというふうに世界には発信をしていただきたい。この点は改めて拉致問題の特別委員会で申し上げたいと思います。で、今日はですね、趣向をちょっと変えまして、私いつも外交の話ばっかりしてますが、今日は軍事の話をちょっとさせていただきたいと思います。で、まずですね、この今日松原委員の話からもありましたけれども、北朝鮮のミサイルの発射は前例を見ないレベルでございますが、まず北朝鮮のミサイル開発、核開発はもうこれ昔からある話でありますが、特殊兵器の開発状況、特に電磁パルスを発生させるような EMP と呼ばれる破壊兵器について、どういう分析されているか防衛副大臣からお願いします。木村防衛大臣政務官、お答えいたします。北朝鮮は核・ミサイル開発を継続的に進めているのに加え、生物化学兵器といった核兵器以外の大量破壊兵器についても開発・保有しているとみられます。化学兵器については化学剤を生産できる複数の施設を維持し、すでに相当量の化学剤などを保有しているとみられるほか、生物兵器についても一定の生産基盤を有しているとみられます。またご指摘の電磁パルス EMP 兵器については、一般的に核爆発などにより瞬時に強力な電磁波を発生させ、電子機器に過負荷をかけて誤作動させたり破壊させたりするものと承知していますが、北朝鮮は2017年に広大な地域に対する超強力 EMP 電磁パルス攻撃を加えることができる旨発表したことがあると承知しております。こうした兵器の具体的な開発状況については事柄の性質上お答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思いますが、いずれにしましても防衛省としては各種兵器の開発状況を含む北朝鮮の軍事動向について引き続き米国、韓国等とも緊密に連携しつつ、必要な情報の収集分析に全力を挙げてまいります。鈴木君。ここ10年ぐらいこの EMP 兵器についてはたびたび数年に一度ぐらいの確率で議論に上っています。どういうものかといいますと、これ1962年にアメリカが核実験をした際に、遠く離れた場所でも電線に高負荷がかかったとか、そういったものが確認をされたものであって、決して近未来の兵器ではないということはまず申し上げておきたいと思います。で、アメリカの議会にはですね、この EMP に対する特別なタスクフォースというのがあります。で、そのタスクフォースによれば、ロシアはすでに開発をしていたし、中国と北朝鮮についてもさらに強力な HEMP 兵器を開発が完了したというような分析をしているわけですね。なので今政務官からお答えをいただきましたが、化学兵器、生物兵器についてはある程度の生産基盤があるとお答えがいただいたにもかかわらず、 EMP については事柄の性質上お答えできないというのは、これは同じ兵器である話でありますし、核兵器についても全く同じでありますから、これお答えできないというよりは分かっていないんじゃありませんか。安藤防衛政策局次長。お答え申し上げます。北朝鮮の軍事動向につきましては、私ども必要な情報の収集分析に全力を挙げているところでございますが、先ほど政務官の方からもご答弁申し上げましたとおり、ご指摘のところについてはインテリジェンスにも関わる部分でございますので、お答えを差し控えたいと思います。鈴木君。では11月3日に発射をされたミサイルの発射は、これ敵の指揮系統体系を麻痺させる特殊弾頭の動作確認だったと北朝鮮は発表しておりますけれども、これを受けてもまだ何もお答えいただけないということなんでしょうか。安藤防衛政策局次長。お答え申し上げます。ご指摘の点につきましては、私どもにおきましても非常に注視しているところでございますが、重ねてのご答弁の恐縮でございますが、お答えすることはできないことにつきご理解いただきたいと思います。鈴木君。分かっていたら普通は抑止力のためにも発言されると私は思います。生物兵器と化学兵器は言えて、しかも核兵器についても言えて、
EMP についてで言えないというのは、ちょっとそれは理解できないと思います。で、これ、なぜ EMP のことを私がこんなに言うかといいますと、これ、今のミサイル防衛システムというか、体制では、これ、これから我が国を防護することは非常に困難なわけです。これ、迎撃すれば済む話ではなくて、我が国の上空で爆発した場合に、我が国に電磁パルスが降り注いでくるという性質のものですから、今、我が国がこのスタンダードミサイルとか、パックミサイル、パック3とか、配備してますけれども、それがあったとしても、破壊する前に自爆されて、電磁パルスが発生したら意味がないというものであるわけですね。で、これまで松原委員の質疑でもありましたけれども、150発以上ミサイルをこれまで北朝鮮は撃ってきているわけです。で、今年も大変多い数ですけれども、これだけやってきたら、大体知見というのは積み上がってきているわけですよ。で、それ、どういう知見かといえば、我が国の EEZ ではないけれども、我が国の近海にミサイルが弾着した場合、これは我が国の緊迫指定の侵害ではなかった。で、もう一つは、我が国の EEZ に入っているけれども、弾着したとしても、まあ、国家安全保障会議開いたり開かなかったりした。でも、反撃はしなかった。で、我が国上空を通過したの、7件という作品の議論がありましたけれども、その時にも、特に遺憾の意を表明する以外は何もしなかった。で、我が国がじゃあ何をするのか、何ができるのかといえば、我が国に弾着することが明らかな場合は、弾道ミサイルを迎撃するんだというのが今までの、この1993年にミサイルを撃ち始めてからの我が国が今までやってきたことの総括です。一番難しいのは、我が国の上空を通過しているときに、勝手に爆発して破片が降り注いできたり、あるいは電磁パルスだけが落ちてきた場合に、それが我が国に対する攻撃であるか否か。彼らはそれがもしかしたら事故で爆発したというかもしれませんね。衛星が積んであって、そこにある原子力電池からパルスが発生した、すみませんでしたと言われるかもしれませんけど、それが嘘か誠か、どう見分けます？だからこそ今、この EMP の話を詰めておいて、最悪の事態に備えなきゃいけないんですよ。これが兵器化されているかどうかにかかわらず、この技術がすでにあるという前提の下で、どういうふうに対応するかが分かってなきゃいけない。だから北朝鮮が持ってるか持ってないかということははっきり言った方がいいんです。それでもまだ言わないですか。安藤防衛政策局次長。お答え申し上げます。北朝鮮の情勢につきましては、私ども先ほども申し上げましたように全力を挙げて分析情報収集に努めているところでございまして、またその内容につきましては、私どもの得られている情報や、またその必要性などに勘案いたしまして、その時々必要な内容を皆様方の方にご説明しているところでございますが、ご指摘のところにつきましては先ほどの答弁で恐縮でございますが、お答えを差し控えたいと思います。鈴木君。じゃあ別の方向から言いましょうか。この EMP 弾というのが近未来の兵器じゃありませんよと先ほど言いました。なぜそれが言えるか。これ過去に我が国も開発を試みたことありますね。平成30年に予算化して令和2年に事業中止になりました。これ中止になった理由が非常にお粗末で、カタログ品だった民生品が手に入らなかったから作れなかったという話でございますが、これ後継事業があるということでございますので、まずそれはご紹介いただきたいと思います。防衛装備庁土本長官。お答え申し上げます。委員ご指摘の EMP 弾構成システムの研究につきましては、平成30年度から着手した研究事業でございますが、これも委員ご指摘のように、試作品の製造に必須となる部品の入手が困難であると判明したことから、令和2年9月に事業の継続を断念したところでございます。しかしながら、その後、防衛装備庁におきましては、直ちに研究計画を見直しまして、EMP 装備の実現に向けた研究を再開しております。令和2年度からは EMP 弾の実現に必要な要素技術に関する研究を実施しておりまして、それまで研究対象としてきました電源エネルギー式に加えまして爆薬発電方式に取り組んでいるところでございます。令和5年度におきましても EMP 装備の、実現に必要な要素技術に関する研究を引き続き実施する計画でございます。鈴木君。我が国だって作ってるし、研究もしてるんですよ。で、これ、研究を始めた大元の理由は、EMP 弾を開発することによって、それに防護する技術も手に入るからだと
ということで平成30年から始めたにもかかわらず、まだ基礎研究の段階にしか入っていないんですよね、我が国は。でこれが進捗がこういう状況です。で、民生品が手に入らないという非常に残念な話でもあったんですけれど、じゃあ、これまでの10年間何もなかったのかといえばそうではなくて、自衛隊もこの EMP に対しての防護というのはいろいろ考えていたわけでございますが、これは1点確認させてください。米軍はあの EMP 兵器に対して50キロボルトメートルという基準を設けて、この効果基準というのを設けています。自衛隊も同じ基準で装備されておりますでしょうか。木村防衛大臣政務官。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、米国においては EMP 電磁パルス防護に関し、さまざまな兵器システムに適用可能な一般的規格を、いわゆるミル規格として国防省が定めているものと承知しております。他方我が国においては EMP 防護の重要性が高まっていることを踏まえ、令和元年度から自衛隊の装備品に対する EMP 防護に関する研究に着手しております。本研究は電磁パルスによる破壊効果のメカニズムを解明するとともに、電磁パルス耐性の効果を検証するものです。現在こうした研究成果をもとに、米国の規格も踏まえながら、自衛隊の装備品回収や将来の装備品の研究開発を行う際に適用可能なものとなるよう、 EMP 防護の手法に関するガイドラインを取りまとめているところです。鈴木君。であれば政務官、今段階ではこの防護はアメリカ基準に満たないということでよろしいんですか。はい。土本長官。お答え申し上げます。今政務官からご答弁申し上げましたとおり、我々の方といたしましても、EMP 防護に関して公開されているアメリカのミル規格、具体的にはミルスタンダード464というものとミルスタンダード461というものがございます。これらをしっかり踏まえながら、今まさに政務官からご答弁しましたようにガイドラインをまさに策定中でございまして、可及的速やかにこれを策定したいと、完成したいと考えているところでございます。鈴木君。だから ないんですよね今は。土本長官。お答え申し上げます。もともと委員ご指摘の EMP 防護に関する研究につきましては、令和元年2年と実際にその研究をしまして、3年度4年度に、その取りまとめをやるという予定でございまして、まさに現在取りまとめの最終段階でございますので、我々としてはもう可及的に速やかにガイドラインを取りまとめたいと考えているところでございます。だから今現在、現段階で自衛隊はじゃあその EMP に対する防護は米軍に満たないということです。ガイドラインがないんですから、そういうことですね。でこれはアメリカの基準でも足りないという報告が出ているわけです。アメリカの議会の先ほど申し上げたタスクフォースによれば、この HEMP というものを使うとですね、100キロボルトメートルなのでアメリカの効果基準の倍ぐらいの威力が出せると分析をしておりますし、ロシアのソースでよれば200キロボルトまで出力を高出力化できるという報告もあるくらいなので、アメリカの基準ですら満たないという状況に今来ている。その中でまだ我が国はガイドラインがないという状況でございます。で北朝鮮が開発したかどうかに疑義があるのであればですね、その開発の云々が事実があるかどうかは別として、アメリカ軍もしくはアメリカ軍が想定している以上のもので防護しないと我が国は守れないと思いますよ。何も基準も何もないままでですねやっていると。で今日お配りした資料2ページありますけれども、ロシアと中国、北朝鮮、こういった国々が HMP 開発してきたという話がありました。先ほど申し上げたアメリカ議会のタスクフォースが発表した資料ですけれども、これ、中国が台湾に対して発射した場合、こうなりますよということ。で、2ページ目は、北朝鮮が我が国に対して EMP 発射した場合どうなるか。この円の中は、この高出力の電磁パルスによって通信が一時的に麻痺、もしくは破壊される可能性がありますというエリアです。台湾の図見てください、これ、沖縄入ってるんですよ。で、この範囲については、爆弾の核兵器の強さではなくて、爆発させる高度によって調整可能なわけですよ。だから、先ほど松原委員がありましたけど、私、ずっと言ってますけど、ミサイルの高度、
宇宙空間なのか領空なのかって非常に大切なのはこういうことなんですよ。100キロで爆発させるのと50キロで爆発させるので範囲が違うし取り扱いも変わってきますよね。宇宙でやってるのか領空でやってるのかって。だからこういうところからも我が国は検討しなきゃいけないことたくさんあるのにそれをお答えできないの一言で今まで封じてきたっていうのが現在のところですよ。これもし仮に我が国でこれ2ページ目にありますけど我が国の直上でこれが仮に起爆した場合でしかもそれが高出力であった場合は我が国は通信も何もかも遮断をされて19世紀の状態で生活しなきゃならなくなりますよ。次に公共インフラについて聞きます。自衛隊だけではありませんからね。公共インフラについてですけれども今日は経産国交総務厚労の各事務方の方に来ていただいています。それぞれ電力交通通信その他の水道などのインフラについて BEMP に対する交換性があるかどうかご確認お願いします。佐々木大臣官房審議官。電力インフラについてお答え申し上げます。我が国に対する EMP 攻撃が行われるといった万が一の事態への備えといたしましてそうした場合の国民生活の影響を最小限とするため政府全体で必要な対策について検討しているところでございます。その時にですね電力インフラ対策につきまして具体的な内容につきましてはことからの性質上大変恐縮ではございますがお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。国土交通省五十嵐大臣官房審議官。交通インフラ分野の EMP 対応についてお尋ねがありました。EMP 対応については政府全体で必要な対策について検討を行っているところであり事柄の性質上具体的な内容についてお答えすることは控えさせていただきたく思います。総務省木村総合通信基盤局電気通信事業部長。通信インフラの EMP 対応についてお答え申し上げます。政府全体で必要な対策について検討しているところではございますけれども、その具体的な内容につきましては事柄の性質上お答えは差し控えさせていただければと思います。委員長、はい、厚生労働省佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官。水道分野についてお答えいたします。繰り返しで恐縮ですが同様に事柄の性質上の答えは控えたいと思います。水君、まあ、分かってましたけどねそうお答えになると思いましてただ総務省に関しては一言申し上げますが通信に関してはこれ ITU から勧告 K-78 という形で対 EMP に対する防護の要望というか要件が常に勧告を受けているはずです。にもかかわらず事柄の性質上お答えできないはずはない。国際機関から勧告を受けているわけですからもう一度お願いします。木村事業部長。お答え申し上げます。委員ご指摘の、勧告が存在することは承知しておりますけれどもその適用状況等と具体の内容については、お答えさせていただきたいというふうに考えているところでございます。事実関係としまして、この国際標準基準はですね法的拘束力のない強制力のない、勧告であるというふうに承知しているところでございます。鈴木君。法的拘束力がないからといってやらなきゃいいという話じゃないんですよ。かつ NTT はですねこれAMP 攻撃にどう対応するかということでしっかりレポートをまとめて出しています。 NTT がやってるのに総務省やらないってわけないじゃないですか。ただ単に確認してないかやっていないかどっちかじゃないですか。公共インフラだって全部一緒ですよ。電気使ってるんですから。真空管でも使ってない限り EMP が完全に防護するなんて無理ですよ。真空管使ったって無理かもしれない。ちょっと見通しが甘いと思いますね。アメリカに関してはこれもう重要インフラ防護法って法律立ててるんですよ。2017年15年に法律作ってしっかりやっている人たちと我が国はこの前経済安全保障法出しましたよね。経済安全保障が成立してその中で重要インフラと重要物資って確定させたじゃないですか。それらに対して我が国が政府で勧告できるって言ったってそもそも論として防護されたものを納入してもらわなきゃ困るじゃないですか。そのための基準としていろんなガイドラインを諸外国が出しているときに
防衛省さんは今取りまとめ中だって言ってますから、これ速やかにやっていただきたいと思いますし、それは各省庁である程度共有した方がいいと思いますよ。これは未知の兵器でも何でもないんですから、宇宙人の侵略でもないんです。実際に隣にあるところから撃ってくる可能性がある、アメリカの議会のタスクフォースがそういう分析をしているんですから、しっかりやらなきゃいけないと思います。時間がないので一つ飛ばしますけれども、これは官房副長官にお願いをしておるところですが、平成17年に菅官房長官がこの EMP 対策について記者会見で発表されています。その時から今にかけていろいろ社会状況変わっておりますけれども、対応方針は変わっておられますでしょうか。木原内閣官房副長官。まず先ほど来委員のこの EMP に関するご議論を拝聴させていただきました。まさにこれが使用されればですね、国民生活にも影響が生じる可能性は否定できないと、このように認識を新たにしているところであります。そして各省からも、答弁がありましたけれども、実際にこの EMP 攻撃が行われるといった万が一の事態の備えとして、国民生活への影響を最小限とするための努力も重要であると、このように認識をしております。したがいまして、政府全体で必要な対策について引き続き検討しているところであり、そして今ご質問いただいた2017年9月7日のこの菅当時の官房長官の答弁についてでありますが、国民の皆様への情報提供につきましてもですね、引き続きこの国民保護ポータルサイトでの情報提供も含めて適切な使用について検討しているということでございます。鈴木君。ありがとうございます。以前お考えいただいていたのと同じなんですが、実はこれ一つ大きな問題がありまして、EMP というのは電磁パルスを使って主として通信網を遮断するために使用される兵器であります。我が国も孤立をいたしますし、軍事的にも非常に困るということなんですが、その状況下において国民保護のポータルサイト、つまりインターネットが閲覧可能であるという想定が私はちょっと甘いんじゃないかと思います。インターネットが使えない可能性もありますし、また電気も使えなければ通信も使えないので、自治体との連絡も、これは電波法で短波使うことになっておりますけれども、そこから先どうやって伝達していくか、国民に対してどうやって知らせていくかという部分も、合わせて議論しなくてはならないと思います。これはこれから先、インフラ今確認しただけでも、ほとんど未整備の状態だと思いますから、これから先も積極的に議論をしていただきたいと思います。で、最後にですね、これは大臣にお伺いをしたいんですが、今申し上げたこの対 EMP というものに関しては、戦闘機の開発ではないですけれども、我が国だけではちょっと到底対応できないものだと思います。で、さまざまな国の知見を合わせてですね、アメリカの議会にはそういうタクスフォースがあって、で、韓国は特に隣が北朝鮮ですから、韓国もインフラ整備にお金をかけてますし、で、スイスだとかアメリカだとか韓国で製造されているいくつか その通信のものについては、そもそも EMP に対する対応の基準が設けられているという前提もありますので、我が国だけでやったってこれちょっと難しいと思いますから、2プラス2も含めて同盟国同志国とこの内容を共有していただいてですね、積極的にこの議題として挙げていただいて、各国で対応していくという体制を取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。林外務大臣。今鈴木委員がおっしゃったようにですね、この国際連携の観点というのが非常に重要になってくると考えておりまして、この必要に応じて諸外国における対策の現状、これを調査したりですね、また関連情報の収集分析等に努めてまいりたいと思っております。その上で我が国としての対応について、外務省としても関係省庁と協力しながらですね、しっかり検討してまいりたいと思っております。鈴木君。今日はちょっと申し上げませんでしたけれども、この HEMP、高高度で爆発させる電磁パルスの兵器については、これ、核爆発を伴いますが、人も殺さなければ構造物を破壊することもありません、放射線も我が国の国には落ちてきません、これを核兵器の使用とみなすかどうかも非常に問題だと思いますし、何も壊さない、人も殺さない、そういうものが我が国の上空で爆発したとしても、どういう対応をするのか、その時になってから判断をしたのでもう遅いんです。今のうちにこの辺について整理をしていただいた方がいいですね。我が国に落ちてくるものは撃墜して結構です。ただ落ちてこないけれども上空で爆発したら問題になるようなもの、それも検討の一つとして加えていただきたいと最後に申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。
この際、外務大臣